オーシャンスプリングスはアメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ジャクソン郡の都市である。パスカグラ大都市圏に属している。ビロク市の東にマイル、ゴーチェイの西に位置している2010年国勢調査で、の人口は17,442人だった。オーシャンスプリングスの街は芸術の街という評判がある。その歴史あり隔絶された中心街は、 ライブオークの街路地のある通りとともに美術ギャラリーや店がいくつかある。また周辺の街でも比較的見られない民族料理レストランが多い。オーシャンスプリングスは全国的に知られた画家で壁画家でもあったウォルター・イングリス・アンダーソンの誕生地である。アンダーソンは1965年に肺がんで死んだ。街ではピーター・アンダーソン祭やハーブ祭などいくつかの祭りを 開催している。オーシャンスプリングスは2005年8月29日のハリケーンカトリーナによって大きな被害を受け、海岸線にあったオーシャンスプリングスヨットクラブ、モーリパストリでの木造複製など多くの建造物が破壊され、その他の建物も内部に浸水して現れてしまった。カトリーナによる高潮は高さ28フィートとなり、ビロクシとオーシャンスプリングスをつないでいた。 ビロクシ湾峡も破壊した。オーシャンスプリングスのエビ漁船、2008年フランスによるルイジアナ植民地のモーリパストリーで、すなわちオールドビロクシの開拓は1699年4月に現在のオーシャンスプリングスで始まった。フランス国王ルイ14世の派遣下にピエールド・モワン・ダイバービルがモーリパストリーでと命名した。フランス領ルイジアナでは初の高級的な基地であり、 フランスの植民地にスペインが侵入してくるのを防ぐ足がかりとして設立された。この場所は18世紀に入るまで維持されていた。オーシャンスプリングスという名前は1854年にウィリアム・グロバー・オースティン博士が名付けた。博士は土地の泉が癒し効果があるものと信じた。オーシャンスプリングスは繁栄するリゾート町となり、数年後には歴史を感じさせる。 住宅地として生まれ変わった。町の歴史は毎年モーリパス取りデの複製近くでダイバービルの上陸を再現する形で祝われている。植民地時代から現代まで海産物が喜ばれてきた。この地域の海産物が豊富だったので、フランス人やフランス系カナダ人の探検家や開拓者はモーリパス取りデオールドビロクシ地域内で繁栄することになった。 19世紀後半、海岸沿いで氷製造工場が発展して海産物の販売を増加させた。地元住民や観光客は現在も取れたてのエビ、カニ、カキを購入できる。2005年8月29日にハリケーンカトリーナが上陸した後でオーシャンスプリングスは国際的に注目された。ミシシッピ州メキシコ湾岸の一部として暴風に、 直接襲われ、かなりの被害を出した。アメリカ国道90号線を渡す、ビロクシオーシャンスプリングス橋が破壊され、ハリケーンの被害として目につくものだったので、広くニュース映像に使われた。ビロクシ湾橋、ハリケーン、カトリーナの後の2008年に再建開通した、ハリケーンカトリーナによる高潮は高さ28フィートとなり、ビロクシとオーシャンスプリングスをつないでいた。 ビロクシワン橋も破壊した。この橋は1962年の開通であり、1969年のハリケーンカミーユでも損傷を受けていた。その前は1930年に開通した戦争記念橋であり、これを置き換えたものだった。2007年時点で、橋の残骸の傍らに置かれた橋家のクレーンで残骸のほとんどが除去された。この残骸は、 ハリケーンの猛様に実に物語るものであり、写真家のプロもアマも、格好の被写体とした。新橋の建設は2008年4月に完了した。新しいビロクシ湾橋は、メインスパンでの高さが95フィートあり、ロック車線を通している。このうちに車線のみが2007年11月1日に開通した。この橋は設計、建設契約を行ったことで曲線の道路になっている。 再建の工期を短縮するために、橋の本体は、以前の橋の残骸とは、離れた場所で建設された。アメリカ国道九十号線の橋との接点はどちらも、前の橋と同じ場所になった。オーシャンスプリングス市は、北緯三十度二十四分三十六秒整形、十八度四十七分五十一秒、北緯30.24100度整形、88.79750度。 30.4100-88.79750に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.2平方マイルであり、このうち陸地11.6平方マイル、水域は3.6平方マイルで、水域率は23.57%である。ミシシッピ州のメキシコ湾岸。 オーシャンスプリングス市は東のジャクソン郡では西側。ビロク市より東、ゴーチェンより西にある以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。オーシャンスプリングスのペリカンオーシャンスプリングスの公共教育はオーシャンスプリングス教育学区が管轄している。オーシャンスプリングスはガルフポートビロクシパスカグーラメディア市場に入っている。市内の主要日韓市は ミシシッピプレスとサンヘラルドである。週刊誌ではオーシャンスプリングスレコードとオーシャンスプリングスガゼットの2誌がある。テレビ局は2曲ある。ビロクシワンと新しいビロクシワン卿オーシャンスプリングスのモーリパストリデから望む2013年。ありがとうございます。